ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズ大宮より車両紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。よろしくお願いします。今回ご紹介させていただくお車がアウディ S8 2020年式1000キロのこちらの車になります。で、僕今1000キロって紹介したんですけど、はい、実際はもっともうちょっと少ないです。少ないという、はい、極上コンディションの車です。はい、今回これ勉強してきましたか。さっきのバッチリです。本当ですか。はい、じゃあソロでお願いします。いや、一緒にお願いします。わ、はい、かりました。じゃあ一緒にやりたいと思います。はい、でちょっと佐々木君、あのいつもこう、はい、そうですねって、はい、多いですねって言われちゃうんで今回はそうですねを禁止にします。使いません。大丈夫です。はい、知ってますにしましょう。はい、何か言っても知ってます。はい、はい、ちょっとそんな感じでお届けしたいと思います。でとにかく車、あの台数が少ない、はい、非常に珍しいお車で、はい、大宮店でも多分初入庫ですじゃないかな。はい、で、あの今回いろいろ紹介しようと思ったんですけど、はい、僕予習したのね。はい、あの無理です。無理ですね機能がとにかくめちゃめちゃ多いのと、もう本当に紹介する部分がかなり多いんで。そうですね。ちょっと今回ふわっと、はいはい、でちょっとこう興味を持っていただけるきっかけになればいいんじゃないかなというわけで、はい、そんな感じでお届けしたいと思います。で、まずその外観的なものからいくと、はい、まあ、S8 ですから、まあ、専用のバンパーがついてたりとか、はい、あとは特徴的なこのシングルフレームのブリですかね。あとなんとなく車のデザイン、もうすごく個人的な意見なんですけど、なんかこう直線が多用されてるんで。そうですね、はい、なんかこう7シリーズとか S クラスと違って、ちょっとこうカクカクとしてますね。はい、してるからか、なんかこうすごく硬い職業の方が乗ってるイメージ。あ、そうですか。そういう感じしない？なんか、まあ、確かにフロントのこの押し出し感はめちゃくちゃあるありますね。はい、なんかちょっと固いこうお仕事されてる方が似合いそうな、そんなイメージのこう外観なんですけれども、あとはこのヘッドライトだったりとか、 HD マトリックス LED ヘッドライトですね。はい、はい、これが2段になってるのがちょっと特徴的な部分。そうですね、新しいデザインですね。はい、でこの機能を簡単にじゃあ佐々木くんから説明してもらっていいでしょうか。ちょっとこのちょっとここはちょっと、あ、本当ですか。あんまりいいですね。ごめんなさい。余裕なんで僕にじゃあ、はい、お願いいたします。基本的にハイビームでもうずっと行けるようなシステム、まあ、対向車とかその部分だけこう避けて、もう常にハイビームがつける使えるような、はい、そんなシステムだから 600m ぐらいなんか先まで、あ、照らせますね。照らせるっていう、はい、そんな機能で、はい、僕もちょっと正直そんなにこうマトリックス LED を使いこなしてるというか使い倒したわけじゃないんで、はい、まあ、なんとも言えないんですけど、はい、結構その街灯が少ないようなとことか、はい、なんかだとかなり遠くまで見渡せて役に立つっていう、安全性にもその分つながるんで、はいはい、まあ、デザイン的にちょっと目を引くポイントなんですけど、実は機能がすごいと。そしてこのマトリックス LED ヘッドライト、ルマン24時間で逸話があるのを知っていますか。知らないです。なんかこうルマンでもまあ使ってた、レーシングカーが使ってた機能なんですけど、はい、それを見たトヨタのドライバーが、はい、お、あれいいじゃんって、はい、この自分の車にもつけてよって言ったんですけど、はい、なんかコストの問題で無理ですって却下されたっていう、はい、まあ、本当か嘘か分かんないけど、はいはい、そう、車の読み物でそういう逸話があるっていうぐらい、そのぐらいこうちょっと機能的な、はい、まあ、安全とか、はい、まあ、レースなんかだと特に安全に走行できるっていうのはこうタイムに直結するんで、はい、夜間でも、まあ、そのぐらいです、はい、で今となったこういろんなメーカーが同じようなその常時ハイビームで使えるような機能を使ってますけど、はい、まあ、走りといっても過言でないこのマトリックス LED ヘッドライトが今回こんな感じで2台になっていると、はい、であとはまあ、やっぱり特徴的なこのサテンというかシルバーのパーツがちょっと、まあ、この後見ていきますけど、ミラーとかいろんなところに対応されていると。もうかっこいいよね。めちゃくちゃかっこいいです。かっこいいよね本当に。なんでしょう、こうやっぱり S クラスってい こう絶対的な王者がいるんで、はい、ちょっとどっちかというと影に隠れているというか、まあ、登録台数的に、ね、まあ、これ乗ってる方だとおいふざけんなっていう感じちゃうかもしれないですけど、はい、実際こう登録台数でも、はい、やっぱりこうS クラスよりかはちょっとこう少なくなってたりとか、はい、あまり見かけないかもしれないです。ただなんでこんなにかっこいいのにちょっと売れないのかってちょっと不思議に思っちゃうぐらい車がかっこいい。 そうですね、そしてあとはボディサイズ的なものをいくと、これ勉強してきました。はい、もちろんです。5180です全長。はい、これじゃあ S クラスと比べるとどのくらいか分かりますか。ですね、ロングに比べると、20センチぐらい短いですね。はい、ショートボディよりかはちょっと長いです。はい、ちょうどその中間を行ってる絶妙なところ。はい、でホイールベースなんかもちょうど3メーター、はい、3メーターちょうどなんで、はい、まあ、本当にその辺もちょうどっていう感じのボディサイズになってます。はい、あとは横に行くとホイールも専用の
S8 の純正ホイールですね。ダブルスポークですね、はい、で奥に見えるのがこれがオプション。これはですねオプションで赤くなります。なるほど、はい、でも21が普通に入っちゃってるという。そうですね、ブレーキもだいぶでかいですね。これインチアップすると22ってことじゃん。2が入る、そうですね。すごいね。でこれでこの驚異の乗り心地を実現してるんでしょう。めちゃくちゃ乗り心地いいです。あ、乗った？はい、ちょっと乗ってみたいと思います。もうとにかくすごい乗り心地がいいですね。いいらしいんでちょっと乗ってみたいと思います。であとはその足回りのトピックとしては当然エアサスなんですけど、電動のスタビライザーがついてる、はい、それによって結構なんかこう特殊な足の動きができちゃうっていう、はい、それがプレディクティブアクティブサスペンション、はいはいはい、これが、まあ、要は今までってこう路面からの入力に対して変化するサスペンションだったんですけど、はい、今回のこのアウディの場合だとカメラとかセンサーを使って予測する、はい、もう段差がありそうだったらもう事前にそれ準備して、はい、それに合わせて作動するような足回りになってる、はいはい、メルセデスなんかでもマジックナンバーコントロールだっけ、はい、ボディーコントロールか、はい、マジックボディーコントロールだったりとか、もう常にこうフラットが保てるような機能みたいです。でそれをやってるのがその電動のスタビライザー、はい、それも勉強しましたか。しました、はい、なんか 48V の, そのマイルドハイブリッドの電気をもらって、はい、トルクがなんか1100ニュートンぐらいのとてつもないとてつもないですね、とてつもないそのトルクでこう車体を持ち上げたり下ろしたりとかっていうのを個別にやってるという、はい、でエアサスだとそんなにこうクイックな動きできないんですけど、はい、まあ、スタビ の, その電動のものが入ってるんでそういう動きができると。でアクティブサスペンションってこれ F1 からの技術なんですよね。もともとはなんかその F1 でその要は速く走るためにフロアと地面 の, その隙間を一定に保てると結局その流速が速くなったりとかその空気抵抗の部分だったりとかで有利だっていうんで、はい、そこから始まってるシステムみたいです。で当時はそのコースに合わせてもうどういうふうに動くのかっていうのをプログラムして、はい、あとは車速とか、はい、あとはその加速 G とか、はい、でやってたみたいです、はい、だからコースアウトしたりとか、はいはい、あとはその追い越しとかでコースがずれると、はいはい、その足の動きがずれちゃうという。あ、なるほど。でそれがだんだん進化していって状況によって全部できるようになって、はい、今となったらこう予測、はい、もう事前にその準備ができて、はい、完璧な動きができちゃう、はい、そういう仕組みみたいです。であとはその辺の機能がついている関係で車高が結構こうクイックに上げられるんで、追突時なんかも、はい、こう車高がクイッと上がって、はい、車体 の, その一番硬いところで受け止めたりだとか、はい、だとこのドアにこう手をかざすと45ミリぐらい車高が上がるような機能が、はい、違います、知ってます、知ってます、勉強しました。ついてたりとかそういうのもあるみたいです、はい、でこんな感じの足元で、あとはもう本当に高級感すごい。そうですね、この窓枠だったりだとか、あとボディ の, このプレスラインなんかも本当にこう直線、他にないよね。アウディもアウディの中でもすごいこう立ってるというか、はい、ちょっとエッジの効いたデザインで、そうですね、ちょっと本当に少し前だったらちょっと近未来の映画に出てきそうな、確かそのぐらいのちょっとカクカクっとしたスタイリッシュなデザインになってます。であとはこれがオプションですかね。オプションです、サンルーフですね、はい、こんな感じでついております。だとこの辺もやっぱりアウディだと結構特徴的、 BM だとやっぱりここがこうせり上がってたりしますけど、アウディだとこうシューッとこう、窓がすごく大きく長く見える、でかいですね、はい、だボディもすごく長く見えるという。あとはリア、まあ、基本的に4本通しで265352211ですかね、はい、はい、こんな感じになっております。であとはリアもちょっと特徴的なものがあると思うんですけれども、後輪操作いたします、はい、いわゆる 4WS、はい、でそれがなんか65キロぐらいで、はい、低速時だと逆方向に切って、はい、65キロ以上の高速時だと同方向に切るという、はい、でなんか223の S クラスで結構話題に、はいはい、そうですね、まあ、うちも在庫入ってますけど、はいはい、なってましたけど、アウディはもうその前からというか、はい、ついてる、はい、だから結構これによって最小半径調べました、調べてないです。 5.3 メートルです。 5.3 メートルです。で223がそのすごく小回りが効くって話題になったんですけど、それでも 5.5 メートルという、はい、で先代の222に関しては 5.7 メートル、はい、だからもうすごくこう S クラスが目立ってるんですけど、実はそれを U に超えてるという、はい、そうですね、だちょっとこの辺もかなり特殊な動きをするみたいなんで、ちょっと乗ってみたいと思います、はい、あとはこうカスタムする牛としては 4WS だとどうしてもこう出面問題とか、はい、
当たっちゃう問題なんかもあるんで、まあ、ちょっと絶妙なセッティングがもしカスタマイズするんであれば必要になるかなと、はい、こんな感じでしょうか。だと後ろこうアウディって言ったらちょっとこのライト周りがちょっとこう先進的というか、はい、まあ、BMW なんかでもちょっと話題になりましたけど OLDP が採用されてる、はい、そうですね。めちゃめちゃかっこいいねこれ、はい、繋がったデザインと。そうですね、夜、まあ、写真撮ったんですけども、そう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 、めちゃくちゃかっこいいです。夜走ってるのとかめっちゃかっこいいよね、はい、まあ、こんな感じのテールランプだった。でバンパーも専用ですし、あと4本出しのそうですねマフラーも専用のものが付いてると。こんな感じでしょうか、はいはい、じゃあ続いて内装を見てみたいと思います。で内装の前にこのドアのノブがちょっとこう特徴的というか、はい、まあ、S クラス223でもこうちょっと言われましたけど、はい、このワイヤーじゃない、あこう引っ張って開けるというよりかはこのスイッチが反応するところまで引くと勝手にこうポンって開く感じ、はい、新しいですね。だから僕みたいな原始人がこうグッと開けるとバキッと引っかかっちゃうというだからこうスマートに本当にこうスイッチを反応させるっていうソフトに開ける感じになるみたいです。これだから新しいよね。新しいですね、感触が、はい、新鮮です。ちょっと今までにない感じ。そしてこの剛性感ですよ、すごいですね。ソフトクローズついてますけどバンっていう、もう高級車のお手本のような。でこのドアの開き方ももう本当に一切のこのよれ感がない。そうですね。そして内装はこれ内装がめちゃくちゃかっこいい。かっこいいです。かっこいいよね、はい。でもうシートからいきましょうか。シートが、まあ、いわゆるその BM でいうとこのインディビジュアルだったりとか、はい、あとはメルセデスでいうところのデジーノみたいな、はい、ちょっと高級シートが装着されていると。そうですね。それが何シートだっけ。ちょっと待って、何シートだ、何シートしたっけ。あ、バリコナレーザー、バルコナですか。バルコナか、はい。でシートがそのバルコナレーザーっていう、はい、これも調べましたか佐々木君。はい、バルコナシートのベージュです。はい、でこれがなんかその普通革をなめすときってそのクロムっていう、まあ、僕もその職人じゃないんで具体的にどう使うか分からないですけど、はい、まあ、要はクロムっていうちょっとその素材というか、クロムですか。クロム、まあ、それがすごく有毒な物質、それを使って革をなめすらしいんですよね、はい。でただその今環境問題とかあるんで、はい、この革の場合はもうクロムを使ってないという、うん。だからすごくもうアウディワーゲングループですから台数世界中何台も作ってますから、はい、やっぱり環境負荷も考えてそのクロムを使わない、はい、環境に優しい製造方法で使ってる、はい、だからやっぱりこの革の質感でいうとやっぱりクロムを使った方がなんか良くなるらしいんですけど、はい、それでもなんかこういい質感を保てるような、はい、そういう技術が使われているそうです、はい。で結構そのデジーノのそのレザーとか、はい、インディビジュアルのこのレザーとかってこう、はい、メーカーによって全然違うよね。そうですね、硬さだったり。そう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 、はい。でこのレザーをちょっと調べるのにそのちょっとレザーのその拡大した写真みたいの載せてるそのサイトみたいなのとか結構見たんだけど、はい、なんかレジーノだとちょっと毛穴 の、はい、そのレザーに細かい穴が開いてたりとか、この辺も写真で見るだけじゃなくて実際こう触ってみたりとか、はい、感触確かめるっていうのは非常に重要かな。そうですね。でも本当に抜群になんかこうデザインもかっこいいし、はい、この質感もそうですね、なんて言うんでしょうね、絶妙なこの脂肪加減と張りと、はい、本当にかっこいい感じの。そしてこの横とかはこのアルカンターラ、あ、その脇か、一部になんかこう擦れるところとか、そうですね、はい、横のそのサイドサポートの脇のところですかね、はい、アルカンが使われてたりとか、ちょっとすごく凝ったシート、このステッチもすごくかっこいい感じ、こんな感じになっております。でちょっと機能が乗ってみてから見てみたいと思います。であとはもう1点はこのダッシュボード、はい、進化しすぎじゃない。もうなんかかっこいいですね、近未来ですね。なんかアウディってベントレーがあるからなのか、はい、ちょっとこう上級グレードでもダッシュボードだけはこうレザーじゃなかったりとか、はい、で結構それが乗ってる方にこう不評というか、他のそのローグレードの他のメーカーだったら
レザーのダッシュになるのにみたいな、 あるかもしれないですね。それがもうこの高級感のあるダッシュボードですよ、ステッチの入って、そしてインパネがもう近未来そうですね、すごいよねこれ。モニターに至ったらこれメーターのモニター入れたら3つだから、3つついてますねちょっとデザインが本当に一新されてめちゃくちゃおしゃれ。そしてこのステアリング、はい、もう他に見たことないですこんなの。ただこのちょっとその先進的なインテリアにちゃんとマッチしてるという。そうですね。じゃあちょっと改めましてドアから見てみましょうか。ドアは一応このピアノブラックの、はい、このパネルとやっぱりこうアウディらしいカーボンの、はい、ちょっと縁取りされたパネルがついてて、でこの辺も全部レザーですかね。そうですね、非常に質感が良くて、でここがアルカンターラかな。でこのノブ、これもだからワイヤーじゃなくてこのスイッチのタイプ、はい、ちょっとこれ慣れるまでちょっと使いづらいかもしれないこんなドアになっております。ちょっとじゃあ早速乗ってみたいと思います。うわー、ちょっと佐々木も一緒に乗ってみますか。もうめちゃくちゃラグジュアリー、なんでしょう。まずシートの座り心地、これやばいよね。もうお尻と背中とこう適度に沈み込み感、はい、そしてこうふわっと包み込まれるような、そうですね、すっぽりって感じですかね、ソファーみたいな、はい。そして調整の方もかなり細かくできて、はい、こんな感じでこのスタイリッシュなスイッチですけど、はい、結構細かく調整できると。でシートヒーター、ベンチレーションもちろんついております。マッサージ、はい、もついてると。ついてます。でマッサージもメニューがなんか7種類ぐらい、そうですね、はい、メニューがあるタイプ、はい、マッサージだからもう至れり尽くせり、はい。そして先ほど触れたステアリングはこんな感じで、レザーの質感めっちゃいいねこれめっちゃいいね。いいですね。なんかアウディちょっとスポーツモデル、特に RS とかだとこのゴルフボールみたいな、そうですね、パンチングの、はい、そんなの使われたりしますけど、なんかもうそういうのに当てはまらないすべすべの。そしてデザインがすごく新しいです。新しいですね。もうなんて形容しているかわからないちょっと初めて見ました、はい、こんな感じの。そしてマルチファンクションで、結構これが細かくいろいろできるというなってるみたいです、はい、ビューはあれかな、バーチャルコックピットの切り替えだったりとか、はい、あと小ぶりのパドルがついてて、あとこの辺レバーロインなんか普通ですかね、はい、でちょっとかけてみましょうか、はいはい、でここのあスイッチボタンもちゃんと周りが赤くなってるというか、ポチッ、あれ、うわー、このモニターの多さメーターが約12インチ、はい、あと10インチ、ごめんなさい数字忘れちゃいました、多分10インチぐらい、はい、だ全部足すと相当なサイズのモニター、はい、こんな感じになっております。でもうとにかく操作系が全部新しい。そうですね、エアコンに関してはもう全部このタッチ、はい、佐々木選手じゃあ押してください、はい、まず温度調節がこんな感じで、まあ、タッチでこんな感じで一気に変えることもできます。でシートヒーターベンチレーション、はい、もう全てタッチになってます。なるほど、はい、このクリック感のあるタッチパネル、そうですね、こう指にこう感触が戻ってくるような感じで、あの運転してても操作感、押したか押してないか涼しいベンチレーションちょっとお尻がスースーするぐらい涼しい。やっぱ夏場はこれ必須、ね、最高ですね、レザーシート、はい、でこれちゃんとこうクリック感があるんで押したか押してないかが分からなくない、はい、こんな感じになっております。そしてナビは、まあ、この辺ももう申し分ない。そうですね。でメディア関係もフルで使えて、はい、でカープレイももちろん使えちゃうという、はい、こんな感じの。だここはちょっとでも好き嫌いはちょっと分かれるかもしれないですね。そうですね、ただ慣れで結構僕は受け入れられるんじゃないかなと今思いました。そうですね、まあ、タッチ感があるんで、はい、特に結構今この辺が進化してる車って1個中に入らないと操作できなかったりとか、そうですね、はい、ちょっと操作感が分かんなかったりとかっていうのは確かにありましたけど、これだったら結構ワンタッチでいけます、使えちゃうんじゃないかな、はい、でもう安全装備とか快適装備 もうフルでフルですね、ほぼついてると、はい、あともう1個驚いたのはこのエアコンのこれ、はいはい、エアコンオンにします。お借りいただけますでしょうか。
これも全部タッチという。そうですね、スライドスワイプというか。すごくない？はい、家電じゃん車の操作感じゃないよね。そうですね、家電です、もはや。すごい、もう若干このバーチャルコックピットがちょっと、はい、まあ、古くはないですけど。そうですね、もう慣れて、はいはいはいみたいな感じになってるというこれもアウディなんで、まあ、あらゆるものが出せるという、はい、すごい、すごいね。 S8 機能がとにかくすごいですね、アウディ、はい、こんな感じになっております。もうシートも最高です、はい、そしてこちらに戻りまして、シフトはちょっとこうずっと続く感じの。そうですね、低いタイプでこんな感じのシフト、しっかりでもカーボンカーボンになってますね。だとここもちゃんとあの高級感とちょっと新しさが強調されております、はい、そしてドリンクホルダー、はい、ただドリンクホルダーの この中を見たとき、はい、あのちょっと下見で見たときに、はい、このギャップを少し感じてしまいました、はい、あ、プラスチックですね。なんかちょっとこうワーゲン感をちょっと感じますね、はい、ワーゲンを見つけちゃったみたいな、はい、ちょっとこの なんかもうちょっとなんかしてほしかったな。そうですね、少し感じてしまいました、はいはい、贅沢ものです。そしてあとはセンターコンソールの中はこんな感じで、はい、USB と USB がタイプ A ですかね、はい、SD カードと SIM が刺さると、はい、でここが鍵、ここに置くとそうですね、鍵を検知しますので。あ、鍵を検知する場所ですね。そうですね、例えば電池切れた時とかはここで認識する感じですかね。で、あとはこのこう開くのも新しいんですけど、はい、これがなんとこう出てくるという、はい、確かにこの前後あるけど、はい、この高さの調整できるものってなかったんで、今までなかったかもしれないです。こっちとギャップがあったりすると、はい、あれですけど、ちゃんとこれでやったじゃん、佐々木くん、これ肘掛け使えるよ、今日も、はい、今日も今日もですか気をつけます大丈夫です、はい、それだけくつろげるっていう車なんです、はいはい、であとはペダルに関してはこれはちょっといつものっていう感じですかね、はいはい、でもしっかりステンレスのカバーがついて、この辺の高級感も抜かりないです、はい、でマットがこれ標準かな、標準、ごめんなさい、ちょっとそこの辺調べてないんですけど、これ確かマット部品だけでも結構する、はい、そうですね、10万近くするんじゃないでしょうか。あの RS5 の時に小島店長に教えてもらいました、はい、これオプション高いんだよっつって、高いです、ね、部品で顔つるととんでもない値段するんだよって、はい、それもしっかりついてると、はい、こんな感じになっております。であとは天井関係はこの明るいパブリックのピラーとルーフライニング、はい、そしてバイザーもしっかり同様の素材のバイザーになってる、はい、であとはそのこの辺ちょっと完成照明的なのも入って、でサンルーフ、なんかでかい、でかいですね、大型ですね、いいですね、はい、はい、こんな感じのがついております。じゃあ続いてリアも見てみたいと思います。じゃあリアレビュー佐々木選手お願いしていいでしょうか、はい、もうこの快適さを皆様に少しでもお伝えください、はい、座り心地はもう問題ないです、もう問題ないというか申し分ない、間違いないです、申し分ないです、はい、さっき座ってびっくりしたのがその、はい、ヘッドレストのソフトさ、はい、これはですねコンフォートパッケージの専用のヘッドレストになります、はい、寝ちゃうよねそれ、めちゃくちゃ柔らかいですね、枕より柔らかいです、はい、もう寝ちゃえるぐらい快適の、はい、でエアコンは当然のもう4ゾーンですから、4ゾーンですね、座席差別がないという、はい、そしてまたそのセンターのアームレストがすごいんですよね、はい、倒すとこのような感じで、なんかこうスマート、スマート、なんか7シリーズとかよりごっつくないというか、そうですね、スタイリッシュ、すっきりしてますね、ただしっかりそのタブレット端末的なコントローラーもついてて、はい、シートもきめ細かやくに調整できて、そうですね、であとはブラインドなんかも、はい、当然左右リア全部ついてる、はい、じゃあ前回くつろいでもらっていいですか佐々木選手、かしこまりました、まずシートを全部出して
助手席のシートも前に出した方がいいんじゃないですか。これかな。戻ってきましたね今。これはどうやって出すんでしょうか。もう思わず戸惑っちゃうぐらいいっぱいスイッチがあるという。分かんないよねこれね。ちょっともうわけわかんないですね。佐々木君のそのちょっと戸惑ってるのを、はい、僕は今笑いましたけど、はい、下見で同じことをしました。足元スペース的なものとかはどうですか。はい、もうバッチリですね。もう何にももう文句はないです。はい、最高にくつろげる。最高です。そしてその端末で、この端末でまあエアコンの温度調整とシート調整と、あとブラインドと、あとこのアンビエントライトの音、光もう全部これで調整できるようになってます。要は一時こう体勢を起こさなくても、ね、ほぼ寝っ転がったまま全部快適にできちゃ う、はい、全部これでできますね。最高ですね。最高です、はい、こんな感じのリアシートになってます。はい、じゃあ続いてトランクも見てみたいと思います。トランクももうさすがの広さですよ、はい、余裕じゃないでしょうか。開口部が広いですよね。確かに、はい、これいくら広いって言っても開口部がちっちゃかったりするとこう積み込みづらかったりとか、はい、もうそもそも出し入れしてる時のこの様子がスマートじゃないんで、はい、はい、そうですね。やっぱりこうサッと出せて、サッと絞る、最高です。はい。で、容量的なものでいくと505リットルぐらい。はい。もう10分以上。10分以上です。もうゴルフからスーツケースから、はい。もうガンガン詰めちゃうと。はい。で下は、はい。こんな感じで少しだけスペースがあって、はい、パンク修理キットと、はい。その他諸々工具がちょっとあると、こんな感じになっております。はい、じゃあ続いてボンネットを見てみたいと思います。エンジンの方が571馬力の800ニュートンになります。 V8 4リッター、はい、プラスマイルドハイブリッド、マイルドハイブリッド 48V のシステムですね、はい、ついてる感じで、で燃費ちょっと期待したんですけど、はい、実測値は分かんないです、はい、ただホームページの数字見ましたか。いえ、 4.8 キロだね。本当ですか。さすがにやっぱり600馬力近く出てて、はい、まあ、車重も2トン200ぐらいのかな、はいはい、もうちょっと走るかと思ったんですけど、はい、しょうがないですね、はい、まあ、走りが楽しめる方に振ったみたいです、はい、でエンジンはこんな風になってるんだね。ちょっと開けてびっくりしちゃった、ね、かっこいいですよね。車外じゃないですかこれ。だってエアクリーンがこのキノコのタイプが丸見えという両側についてます。でもただのこのコンフォートな車じゃないんだぞっていうところ、はい、垣間見えるエンジンルームになってます。そうですね。ちょっとこれもかなり面白そうな走りをするんでちょっと乗ってみたいと思います。はい、続いて前頭周り見てみたいと思います。お願いします。続いてマフラーの音も聞いてみたいと思います。お願いします。じゃあ佐々木社長行きましょう。いつもはちょっとアームレストを使って、はい、態度を注意されるんですけども今回は存分にいいですか、はい、もう寝っ転がっていただいて、いや別に悪気があって、まあ、ちょっとそのビジュアル的に、はい、よろしくないっていうのはごもっともだと思います。そうです、そう思います、はい、僕も意見をいただくんですけれども、ただ一つ言わせていただけるんであれば、はい、思わずそうしちゃうぐらい本当に乗り心地がそうですね、いいという。気をつけます。いや大丈夫です、今回はもうそれを存分に、はい、仕事ですから、はい、そしてまずちょっとガソリンがないんでガソリン入れていきましょう。おい、はい、
もうブラインドも手動のとかありますけど、はい、ここまで来るともう当然の電動ですよ。そうですね、はい、うわー、しかも見て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 、このもう一回ブラインドこれ下げて、はい、下げてからの、はい、上げてください。上げますか。これ最後見て、最後最後最後、はい、あ、ちゃんとゆっくりになるっていう。あとその前のエアコンの吹き出し口も開き方がものすごいソフトで、アウディパワーウィンドウとかもそうだよね、最後こうシュッてなって、優しいですね、もう誰が気づくのそこっていう。いやでもそういう気遣い大事じゃない。そうですね、なんかスイッチの感触とか、そうそうそう、だからそう、室内のスイッチとかも ね、 いいね、家電だよね、もう。そうですね、車のスイッチとかじゃないんだよね、なんか感覚が一個一個本当にこだわってくる感じですね。でもうブラインドも閉めたらもう完全にそれ寝る体勢じゃないですか、佐々木選手。そうですね、はい、ちょっと自撮りしてください。もうその広々具合と快適具合とお伝えください。そうですね、もうシートもいいですよ、一番前までしてください。仕事じゃなかったらこんな機会ないですよ。こんな機会ないですね、はい、足元なんかもこれが一番前ですね。じゃあ改めましていきましょうか、社長。お願いします。一番最初にこうちょっとあーって言っちゃったのは、はい、私原始人土屋、はい、キュキュキュブーンは欲しいなと思っちゃったんだよね。あ、なるほど、そういう音は。そうなんです、ハイブリッドだから、はい、クランキングの音がしない。ないですね、多分。フライホイールというかトルコのところで、はい、エンジンそのままかけるタイプなんで、はい、キュキュキュがないんです。そこ欲しいですか。欲しくなっちゃうんです。あ、止まりました。 AMG の、あ、止まりましたね。でこれもアイドリングストップオフができないという。そうですね、ボタン見当たらないですね、はい、ベンチレーションうるさいぐらいもう風がすごい。あー、ちょっとそのハイブリッドのとこだけだな。でも中で聞いてびっくりしたのは、はいはい、あの音の良さ。エンジン音ですか。そう、はい、びっくりじゃない。すごい、ちょっとドロドロ系。そうなの、ほんのちょっとしますよね。そうなの、ちょっとオカマみたいに喋り方になっちゃったけど。なんかこの時代とこのなんていうの、車の雰囲気にそぐわないあのパワフルなサウンド。そうですね、びっくりしました。あれマイルドハイブリッドって言ってましたやんって。はい、あれいいね。いいっすね。いい、だからカメラマンもこれゴルフ行きたいっすねって言って。いやこれかっこいいよ。これはかっこいい。社長お待ちくださいね。はい、もう快適装備いろいろ使ってお伝えください。そうですね、はい、じゃあリアのブラインドを上げ下げ。うわ、手元で。うわ、何これ、やばい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 、これすごいね。どんな感じですか。いやちょっとね、ボディがね、ちょっとこれ今まで体験したことないぞ。これ223も乗ったけどまた違うな、はい、こうフラットな感じ。そう、何これ、車乗ってるんじゃないみたい。なんかいやすごいこれ。あ、段差めちゃくちゃすごくない？はい、柔らかいです。ずっと平らだよね。はい、これすごい。なんかレーザースキャナー、レーダースキャナー、レーザースキャナーか、はい、とかもう20何個センサーとかカメラとかついてて、はい、まあいわゆるその安全装備にも使ってるんだけど、はい、まあ、あとはそのレベル3の自動運転、はい、も見据えてそういう機能がついてるっていう。でもちろん本国のドイツでもそのまだレベル3ってその、はい、まあ、行動でできてなく、はい、法整備の方が追いついてなくて、はい、まあ、実際は使えないんだけど、あ、はい、まあ、一応その設計の段階では一応自動運転レベル3まで見据えて、はい、まあ、設計しているらしいという。あ、もう最先端ですね。最先端です、まあ、フラッグシップですから。そうですよね、この乗り味すごいよね。もうフラットですね。やばくない。はい、もう超高級車。
もう優しくなれます、はいはい、ゆとりを持てますね広々です。そして今モードとしてはこれはちょっと新しすぎて使いこなせません、まあ、ダイナミックになってますね、はい、原始人土屋としては、モードの切り替えとかどうですか。下のあこれかそこです、ね、ドライブセレクトオート。今のでダイナミックだったの。ダイナミックになってましたね。マジ、はい、でもっとフラットってこと。うわすごい本当に超コンフォート、これすげえな、びっくりした。でこれってだって21インチだよ。すごくない。そうですね、考えらんないですね。考えらんないよね。ほらもうね、コーナー曲がってもねロールしないのよ。すごいですねこの横移動だよね、こういう移動、はい、車がロールしようとするとそれをこう持ち上げて押さえる感じですか、うん、だから一瞬も遅れないよね。そうですね、こうロールが始まって制御が入るんじゃなくて、はい、もうロールが最初からしない。そうです、ね、ほぼ段差もだからなんかこう入力あってから処理されてる感じじゃなくて、はい、もう本当にそれに合わせて動いてる感じ。だってこのマンホールとかもさ、はい、これだよ。だってもういや乗っかった振動しか感じないよね。感じないですね全く。こうならないもんねボディが、はい、これすごいな。これちょっと新透明とかぶっ飛ばしてみたい な、ちょっと超快適じゃない。超快適です。後ろの装備いかがですか。そのタブレットで後ろはですね、今ブラインドを上げたとこなんですけど、すごいこれ。ちょっとアイドリングストップだな。インディビジュアル。ああこれ車高も。なるほど。ちょっとじゃあこの車のちょっとシャキシャキした走りもちょっと曲がってやってみたいと思います。ブラインドとエアコンと当然リアのシートヒーターもついてて。そうですね。すげえ。めちゃくちゃこの空間やばいよね。めちゃくちゃ広いっす。寝れるよね。寝れますね。でやっぱりここはついてんだなと思った。はい。あここにもアンビエントがしっかり入ってるんだ。ついてるんで。これはちょっと本当に欲しいと思っちゃった俺。到底買えないけど。これいいよ。新しい。でまたこのダッシュのデザインとかめちゃくちゃいいよねこれ。いいですね。だから一点気になるのはこれちょっと全部タッチだし、はい、ピアノブラックなんで指紋が気になる、はい、傷と。ピアノブラックはどうしても小傷と、プルテクションフィルム貼って、はい、なおかつちょっと内装服用のタオルを積んどきたい。あそうですね、マイクロファイバーを、はい、それではちょっと571馬力プラスマイルドハイブリッドを、はい、お願いします。少々お待ちください。いいですか、シャキシャキ走って。はい、社長お願いします。うおおただどこまでも優しい、はい、ドカーンじゃなくてちゃんと行きますよみたいな、ふわーって。そうですね、今アクセルもバッて踏んだんですけど、はい、これかっこいいね。ちょっと心地よくエンジン音もそこそこ入ってきて、これは乗ってないですけど、はい、ジェイソン・ステイサムが見えました僕には。はい、知ってますか、ジェイソン・ステイサム。トランスポーター見ましたか。トランスポーターちょっと、じゃあ帰ったら見てください、ちゃんと見てみます。トランスポーターっていう映画を、はい、ジェイソン・ステイサムっていうそのもじゃもじゃ頭ちょっと薄め筋肉ムキムキの俳優が、はい、その高級車に乗っていろんなものを運ぶっていう映画。あなんかトランクにいろんなもの。あ、そう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 。最近だったワイルドスピードなんか見てる俳優さん。ちょっと見てみます。いやめっちゃかっこいいのよ。それが一番最初は7シリーズかなんか乗って、はい、その後アウディ、先代の A8 かな。はい。もうねちょっとね欲しくなっちゃう。
これはすごいわ。ちょっとなんかでも本当になんでこんなに言ったらあれだけど、はい、ちょっとこの知る人ぞ知るじゃないけど、はい、本当にメルセデス S クラスとちょっとガチンコでこうぶつけられるなっていう、まあ当たり前なんだけど、そうですね、もっとなんか評価されてもいい気がする。はい、だってこの内装のデザインとか、このだってモニターこれよ、これ3つに分かれてるけど、はい、全部足したら何インチよっていういやいや、そういうレベルじゃない、ね、モニターになりましたからね、全部操作関係が。だって全部出したら相当何インチよ、はい、20何インチじゃないもん。なりますね。だってノートパソコンだって15インチとかなのにさ、はい、メーターだって 12. 点何インチ、はい、でこの辺が10インチとか8インチとか、20インチはもう家庭用テレビぐらい合計そうですね、液晶が使われてるという。しかも文字もめちゃくちゃくっきりしてますね。そうなのよ、液晶の解像度もなかなか高い、はい、でも安全装備全部ついててさ、カメラ関係もサポートも、何これもちょっと紹介しきれないですね。いやいや、これは無理です。無理ですね、そんな一夜漬けの私の知識では無理です。だいたい寝て起きて忘れてるしねただ昨日夜いろいろこう予習して、はい、こうびっくりした本当に、はい、予習で、はいはい、びっくりしなかった。そうですね、マジかと思って。これアクティブサスペンションすごいよね。本当にびっくりしましたね。え、待って待って、これどうなってんのと思ってすごい調べたもん。はい、でも遡ってって、だからその F1 の前調べちゃったそうウィリアムズが一番最初に使ったアクティブサスペンション、はい、あ、そうなんですね。そうそうそう、もうだから F1 はとにかくそのダウンフォース、はい、もう地面とフロアギリギリにして常にこう走るのがタイムにつながるから、はいはいはい、どうにかこうにかこう、はい、一定に保つためにその可変の足回りを開発したんですけど、はいはい、それが今や進化してって市販車にまで。そうなんです、ね、で 4WS だって昔それこそ25年前とか30年前かな、はい、ホンダの車とかマツダの車とかで、はい、ついてる車なんかも売ってて、はい、その頃は完全にこう色物、はい、もうなんか珍しい機能みたいな感じで扱われてたのが、はい、今やこの2020年過ぎてから、はい、もう高級車に当たり前の機能としてこう 4WS がついてくるわけですよ、はい、そうですね。 S クラスしかり、これしかり、はい、あれパナメーラとかもじゃなかったかな、確かパナメーラとか7シリーズとかも。あ、そう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 、ついてますよね。まあその辺なんかもいろいろ採用するという、はい、いやーこれは本当に驚いた。そしてこのフレームも ASF かな、アウディスペースフレーム、はい、スチールとカーボンとマグネシウムと等々、はい、まあ、いろんな素材を適材適所で使って軽くしなやかに作るという、はい、だからこの剛性感のある走りと、はい、でも安心感ありますよね。そう、今のこのふわーっていう加速もさ、はい、ちょっと待って飛ばさないでって感じじゃないよね。あんま思わないかもしれないですね。本当に新幹線みたいな加速、はい、怖さは感じないですね。これはすごいよ、びっくりした。で車も軽ければ軽いほど運動性能が高くなるんだけど、はい、結局その重厚感とかその乗り心地とかってなってくると、はい、やっぱりこう軽く作ればいいっていう問題じゃないんで、はい、だからあえての多分2200キロぐらいなってんじゃないかなっていうのを勝手に予想した、はい、もうすごいもんだから、このなんていうの、高級感重厚感、はい、もう別物ねすごい感動してますね。感動してる。アウディの他のモデルとも全然別物、はい、このしっとりさはやばいね。いやーすごいですね。ありがとうございます。ありがとうございました。佐々木社長ありがとうございます。いえいえ、いやーちょっと過去一あっという間だったかもしれない大宮店のこの市場で。そうですね、うん、あっという間です。それじゃあ最後になりますけど、佐々木くんからこの S8 のまとめをいいでしょうか。はい、
2020年式と後年式でまだ距離も少ないので内外装のコンディションはもう抜群ですので、ものすごくお勧めできます。はい、保証も残ってますし、ね、保証ももちろん、はい、車検も長く残ってますので、はい、お得じゃないかなと思います。安心して乗っていただけるんじゃないでしょうか。はい、はい、というわけで今回は Audi S8 をご紹介させていただきました。車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。